車乗り物に合いに行けるスポットを紹介しよう。今日は東京都千代田区と文京区の境目にある聖橋を紹介するよ。 JR 御茶ノ水駅の聖橋口を出たら左に曲がって道なりにおよそ1分歩けば、ここが聖橋だよ。乗り物ゴーゴー。橋の両側に広い歩道があるからゆったり乗り物を見ることができるよ。橋の下には神田川が流れていて、その上をいろんな線路がまたがっているんだ。あ、真っ赤な電車が来たよ。これは東京メトロ丸の内線。2019年にデビューした新型車両だよ。でも東京メトロって地下鉄だよね。そう、ここは地下鉄が地上に出てくるところが見られる数少ないスポットでもあるんだ。あ、今度は銀色の丸の内線だね。線路の脇にあるレールから電気をもらっているから屋根の上にパンタグラフがないんだよ。ラッピー、今度は上を見てごらん。オレンジ色の線があるから、あれは確か JR 中央線だよ。そうだ、中央線だ。東京駅と高尾駅を結ぶ電車だね。これは千葉県の千葉駅と東京都の三鷹駅までを結ぶ JR 中央総武線の各駅停車だね。黄色いラインが目印だよ。ここ聖橋からは東京メトロ丸の内線が地上に出てくるところが見られたり、 JR 中央線と中央総武線が並んで走る姿も見ることができるんだよ。ずっと見ていても飽きないね。聖橋は JR 御茶ノ水駅から歩いて1分くらいのところにあるよ。ゴーゴー乗り物